バツワーフ3世アダムは、チェシンコウ。バツワーフ2世の次男、母は、ブランデンブルクアンスバッハ辺教博フリードリヒゴ世の娘アンナ。父の死の1ヶ月後に生まれた。バツワーフアダムは、生まれて間もなく、広告の唯一の相続人として、祖父カジミエシュ2世のもとに引き取られて養育された。1528年に、祖父も死ぬと、わずか4歳で広告を受け、 祖父の遺言により、信仰者の母アンナと、富裕な、ボヘミア人大貴族、グラーツ・ハクヤンス、ペルンシュテーンが摂生を務めることとなった。未成年期の大部分を、バツワフ・アダムは神聖ローマ皇帝の住むウィーン宮廷で、過ごし、同地で教育を受けた。皇帝の宮廷で育ちながら、バツワフ・アダムは後にルター派へと改修し、修正プロテスタント信仰を守ることになる。 1539年に母アンナが死ぬとすでに15歳に達していたバツワフ三世はヤスト家の伝統にのっとり成人となったことを宣言して申請を開始することになった。しかしこの後もヤンス・ペルンシュテーンは摂政として広告の政治の場に居座り続け、1545年5月9日ミステクト・フリドラントの譲渡と引き換えにようやく摂政の座を降りた。 1548年に、ペルンシュテーンが死んだ時、その3人の息子ヤロスラフ、ブラディスラフ、ボイチェフは、ミステク、フリトラントを相続しようとした。しかし公爵はそれを許さず、これらの領地をヤンス、チェホビッツに与えている。バツワフ3世の知性に、チェシンは、経済的な安定、発展の時代を迎えた。ただし、摂政統治期、公国は、 カジミエシュ二世が獲得したグルヌイ・シロンスクの領地とオパバ広告を失った。バツワフ三世の知性においてもっと多くの歴史家が広告への宗教改革の流入をバツワフ三世の知性初期のことだったと考えているが宗教改革の成果は1540年まで見られない。広告における宗教改革の進展を最もはっきり物語るのは まず首都チェシンのフランシスコ会、ドミニコ会の修道院が、ついでオルロバのベネディクト会の修道院が、相次いで閉鎖されたという事実である。広告の親民たちはプロテスタントへと改収していった。公尺の二人の妻たちはどちらも広告におけるプロテスタント勢力の拡大を支援した。カトリック修道会から没収された財産の一部は、チェシンに貧民を世話する病院を建てるために費やされた。 バツワフ3世はこの病院で病人を自ら治療した。極めて興味深いことに、バツワフ3世は医学を教わっており、患者の世話もしっかりとできた。公爵の医者としての腕前は、1570年に起きた伝染病の流行に際して、重要な戦力となった。チェシン広告国宝の表紙。 当時広告の公用語であったチェコ語で記されている1573年6月24日、バツワフ3世は広告の住民全員に適用されるチェシン広告国宝を発布した。この国宝は当初かなりの警戒を持って迎えられたが、最終的に広告の領民たちはこれを受け入れた。外交政策では、バツワフ3世はルターハシントであったが、 ハプスブルク家の皇帝たちへの忠勤に励み続けた。皇爵は1563年のプレスブルクにおけるマクシミリアン二世のハンガリー王大冠式、1565年のフェルディナント一世の埋葬式にそれぞれ出席している。1573年、バツワフ3世はオスマン帝国の公国に対する攻撃に備え、モスティウやブルンコバの郊外に大規模かつ堅固な、 要塞を立てるよう命じた。また同年に、バツワフ3世は、ヤギエボ朝の断絶に伴うポーランド最初の国王自由選挙において、新国王候補の一人に押されたものの、王位を獲得できなかった。晩年の公爵を悩ませた深刻な問題は、長男フリデリク・カジミエシュの放納癖だった。フリデリク・カジミエシュは1560年以後、 フリスタートトスコチュフの支配者とされており、1565年にはビエルスコをも与えられた。フリデリク・カジミエ氏の借金は雪だるま式に膨らみ、この長男が1571年に休止した後、バツワフ・アダムは息子の借金返済のため、息子に与えていた領地を他のピアスト家の親戚に売らなければならなくなった。バツワフ三世・アダムは、 卒中の発作を起こして長く病がに伏した後、1579年11月4日に亡くなった。公爵は自分が閉鎖した、チェシンのドミニコ会修道院跡地に埋められた。広告は三男のアダム・バーツワフが継いだが、幼少のため、殺傷政治が行われた。最初の日マリアス・ペルンシュテーン1540年2月8日。 セッショーヤンスペルンシュテーンの娘マリアと最初の結婚をした。この結婚は祖父カジミエシュ2世が取り決めたもので、カジミエシュ2世が死んだ3ヶ月後の1528年9月8日には婚約が成立している。バツワフ3世はギフから持参金として12000ハンガリーズウォティを送られた。夫妻は3人の子女を設けた。 ゾフィア・フリデリック・カジミエシュ・アンナ1567年11月25日、ザクセン・ラウエンブルク公、フランツ1世の娘、シドニエ・カタリーナと再婚し、6人の子供を設けた。娘、フリスティアン・アウグスト・マリア・シドニア1587年1月20日、レグニツァフリデリック4世と結婚、アンナ・シュビラ、アダム・バツワフ・ヤン・アルベルト。ありがとうございます。